前期型の VCF、 これはこの辺になります。で、後期型の VCF がこの辺になります。この2種類が入ってまして、この裏にこのこれがあります。アーリータイプとレートタイプっていう2種類ありまして、これをどっちかにするかでフィルターを選ぶことができます。はい、組み立て完成しました。